あきちゃんのモノマネをしてください。ダーン。あーあーいい、まあそれに近い。どうなに右名前を教えてください。ケインです。ミュウです。ユウヤです。イエーイ、イエーイ。なんだ怖い。ダンス歴は20年。14、5年です。おお。12年です。おお。プロダンサーに必要な条件とは何だと思いますか。普通。健康。おお。人間性。そうね。メンタルを強く持つ。大丈夫か。メンタル。ダンス以外の特技を教えてください。歌。おお。聞いた。みんなを笑顔にさせることです。スケボーです。おー、いいね。プロダンサーになってなかったら何をしてましたか。引きこもってた。私はデザイナーとか。おお。服に関わることの仕事がしたかったです。おお。美容師かスケーターか。うんうんうん、うん、いいね。可愛いと思う異性の仕草は何ですか。髪の毛いじったりしてる時かな。私は基本ナルシストがすごい嫌いなので、あの自然体でいてけど、例えば写真撮るってなった時にこう寄っかかる人です。男性の皆さん注目で、ね、かわいい。注目。振り向く時。言い方ある。ケイに質問です。アキヒコさんの印象は。面白くて脳みそがすごい。おお。ミユに質問です。ケインの印象は。ケイ君はめちゃめちゃ静かでとにかく落ち着いてるんですけど、結構喋り出すと時々変な一面が見れてなんかすごい面白い人がめっちゃ面白い人です。静かそうに見えて、クールそうに見えて、めちゃめちゃ面白い人です。ゆうやに質問です。私、リリカの印象は。リリカちゃんはめっちゃ優しくて、優しいんですけど、その中に、なんていうんですかね、説得力があって、人を動かす力がある人。おー、素晴らしい。いいですね。挑戦してみたいダンスのジャンル。自分の主ジャンル以外で。主ジャンル以外で決めたい。もう普通に、うん、なんかこれを極めたい。ホッピー。おー、おー、意外。いいね。ミオは断然ブレーキです。あー、俺もブレーキです。好きなお菓子は何ですか。グミ。あー、持ってるね。当たり目。ペタグーグミ。なんでなんでなんで名前まで言うんだ。いやもうこれだから、これだから。俺の好き。今一番会いたい人は誰ですか。めっちゃコアだけどいいかな。うん、久保田としのぶさん。会いたい。私は家族に会いたいです。あー、古い。おばあちゃん。あー、おばあちゃん。はい。おー、いい。写真を撮る時のポーズを決めてください。3、2、1、カシャ。あ、いいですね。はい、次。理想のデートを教えてください。買い物に付き合う。おー、付き合う。いいなぁ。振り回されたい的なやつです。やばい。ゆうは、アウトドアが好きなので、海に行って、バーベキューして、キャンプして、外で楽しく遊ぶ。おー、いや、でしょ。山登り。絶対嘘だろ。次は、D リーグ今まで出てきた中で一番好きな衣装を教えてください。 For You だな。ミュウはタップンボックスと For You です。ヒーローズと For You。 For You は実はもっと仲良くなりたいメンバーは誰ですか。ユーティ。おー。ミンミンティ。おー。リリカちゃん。え、仲いいじゃん。もっとってことですね。いや、わかるわかる。だからマジのお姉ちゃんぐらい仲がいい。そう。あー、OK、わかった。
YouTube 何見ますか？中田あっちゃんの、たまに見ます。いいですね。いいわ。ボーグ、ボーグジャパン。おお。最近パスタのバリエーションを増やしたいなと思っててパスタを見ます。いいね。パスタの量、レシピみたいな。レシピみたいな。じゃあケインさん、アイトのモノマネをしてください。うん。いいね。じゃあミエル、ユイヤのモノマネをしてください。ユイヤがよくあった話してる時に話聞いてもらえなくて、あのちょっとこうフンってなる瞬間。なるほどね。え、そうだよね、そうだよね。やんねーでしょ。やんねー。見たことねー。見たことねー。なんか、とにかく、まあ、イメージってことでしょ。そう、イメージ、なんかこんなわざとらしくないけど、うん、なんか、この分かる、分かるわ。そう、でもちょっと話聞いてもらえない。なんか、ちょっとこうみたいなパーしてるイメージ。確かに。ゆうやさん。はい。あきちゃんのモノマネをしてください。あきちゃん。ダーン！ああ。まあ、それに近い。どうなんだ？右へ。好きな人へのアピール方法を教えてください。話しかける。基本自分から行くのは嫌なので、まあ、自分磨きをするぐらいですね。いいね。振り向かせる。はい、ウィンク。え、そう？ダンスをやってて今までで一番嬉しかった瞬間は何ですか？マシュルとかリーディングとかで結果残した時。うん。ジャスデブ優勝、WGC ユーヤと優勝したことです。ラストのアライブ優勝とジャスデブ優勝と、まあ、WGC と D リーグ優勝。この3人やばい。家族に一言。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。大好き。福島から、こうやって出てきて、改めて家族のサポートだったりとかに気づけたんでこれからもよろしくお願いします。おー、元気だ。一番しっかりしてる。最後にファンに一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。バラバラのとこからこうやって集まってみんな一つになったんで、最後まで僕たちを見届けてほしいです。よろしくお願いします。皆さんいつも応援ありがとうございます。私たちにできることはチャンピオンシップでも優勝してそれをプレゼントすることだと思っているので必ず優勝します。なので最後まで応援よろしくお願いします。いつも応援していただきありがとうございます。ラウンド8まで、まあ、毎回違う味のショーケースを皆さんにお届けしているんですけど、これからはもっと、味の違うセコラボを見せてくださいこれからも応援よろしくお願いします。締めた。1億円手に入ったら何に使いますか？まずはあの隣の家の人に引っ越してもらって